日も海の家のバイトに行ってきますね。うん、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。お家のことは心配しないでね。私たちが家事とかバッチリやっとくから。お仕事頑張ってくださいね、スズメお姉ちゃん。スズメのお見送りをしてあげよう、くるみ。うん。こらこら、食事中に席を立つのは不作法よ。そうですよ。まずは朝ごはんを片付けちゃってくださいね。そんなに盛大に見送ってくれなくても、別に今生の別れってわけでもないですから。ではでは、改めて行ってきます。はーい、行ってらっしゃい、スズメお姉ちゃん。スズメ、なんだかご機嫌な感じだよね。海の家のお仕事そんなに楽しいのかな。スズメお姉ちゃん、働くのが大好きですから。それに近頃蒸し暑いですし、水場にいるだけで涼しげで気分が良さそうな気もします。スズメだけずるい。私たちも海とか行きたいね。せっかくコッコロたちの買い物のついでに私たちも水着を買ってもらったし。ダメよ、子供だけで海なんて。行くなら私が仕事ない日とかに引率するから、勝手に行かないようにね。はーい。でもママサレンっていつも働いてるから仕事ない日がないよな。そうだよ、暇になるのを待つんじゃなくて自分から時間を作らないと永遠に海に行けないよ。あれなら私たちにできる範囲でお仕事を手伝いますから、みんなで近いうちに海に行きたいです。スズメお姉ちゃんの働きぶりも見たい。それ私も見たい。スズメってうっかり屋さんだから、ちゃんと働けてるかちょっと心配。ダメよ、お仕事の邪魔をしちゃ。もうママサレンはダメダメばっかり。あの、っていうか、なんか表情が暗いですけど、大丈夫ですか、ママサレン。やっぱり、スズメお姉ちゃんがいつでも近くにいないと寂しいですよね。そうなのかしらね、やっぱり。なんか塞ぎ込んじゃうのよ。スズメがやけに楽しそうな分、それを見てたらいろいろ考え込んじゃって。あの子が自分から働きたいとか言い出したのも、私にメイトとして仕えることに何か不満でもあったんじゃないかって。あの子だって個人的にやりたいこととかいっぱいあったはずなのに、私に付き合わせて苦労させて不自由にさせてる。あの子はまだ青春を満喫したいお年頃なのにね。そんなこと考えてたんだ、ママサレン。バッカみたい。スズメが一言でも不満だって言った？大丈夫です。スズメお姉ちゃんはママサレンが大好きですよ。それはまあ信じてるけどさ、嫌だな。なんか大好きな姉妹とかがお嫁に行っちゃったような気分になってる。私もまだまだ子供ね。どうしたの、ママサレン。まずいわ。私、今朝の新聞に目通してたんだけど。ほら、見てよ。マルジェン海岸に異変発生。奇妙な魔物が出没中って。確か、スズメのバイト先って、マルジェン海岸よね。いけない。すぐにスズメを呼び戻さないと。あの子、まだ遠くまでは行ってないわよね。スズメ！行っちゃダメ！海は危険でいっぱいよ！よーし！到着です！たまたまこっち方面に行く馬車に相乗りさせてもらって助かっちゃいました。あっという間に海辺にたどり着けましたね。
渡る世間に鬼はないです。更衣室で水着になって準備万端です。店長さんはまだ来てないみたいですけど、鍵は預かってますし、開店前に先に店内のお掃除だけしちゃいましょうか。でもまだ早朝だからかもしれませんけど、やっぱり海辺には誰もいませんよね。昨日もずっと海の家は閑古鳥で、結構暇を持て余しちゃいました。お客様はたまたま海水浴に来てた美食殿の皆さんぐらいしかいませんでしたし、なんででしょうね、海水浴シーズンなのに。知らない人にあんまり水着姿を見られたくないので別にいいんですけど、お客様がいないと何もせずにお給料だけもらうみたいで気がとがめますね。今日は頑張ってお客様の呼び込みをすることにしましょう。場合によってはお昼ぐらいからすぐ近くの町まで宣伝に。おや？え？あれ？波打ち際で何かが動いてますね。なんでしょう、魔物？いえ、あれはもしかして、あ、やっぱり全身ずぶ濡れで海藻とかも絡まってるから謎の生き物に見えましたよ。大丈夫ですか？どうしてこんなところで倒れてるんです？はあ、海水まみれですね。私タオルを持ってるので拭いてあげます。拭き拭きって、あなたったらなんだか生傷だらけ。回復魔法もかけますね。えい、元気になーれ。聞きましたか？まだ痛むところとかあります？いえいえ、お礼など。それよりも一体何があったんですか？説明してください。私が力になりますから。